リンピックを見て、ロンドンの心の強さっていうのは大事だと思います。いざという時のメンタル面と、まあ、辛抱強さは大切だと思ったんで、今回心を整えるっていう本を読んで、まあ、何事にも打ち勝てる心を習得したいと思います。第1章ですね。意識して心を静める時間を作る。南アフリカワールドカップ期間中、日本代表が拠点にしていたジョージのホテルには、選手のリフレッシュのためにいろいろな小道具が用意されていた。卓球、ダーツ、テレビゲーム、またホテルはゴルフ場の施設内にあったので、もちろんゴルフもできる。このようなサッカーから離れた遊びが選手たちの気分転換に一役買っていたけれど、僕は何もやらなかった。それには理由があった。一日の最後に必ず30分間心を静める時間を作りたかったから。心を静める時間って何なんですかね。まあ、いいか。大会期間中はテストとして行動するので、練習やミーティングのためにプライベートの時間が限られる日が多かった。みんなとワイワイ騒ぐのが楽しいけれど、時間があまりない日に遊びに参加してしまうと心を静める30分を作れない。だから僕はチームとしての行動が終わるとすぐに自室に戻るようにしていた。年下のチームメイトからは、長谷さん付き合い悪いっすよと冗談交じりに言われたけれど、この時間だけは譲れなかった。部屋に戻る。電気をつけたままにしてベッドに横になる。音楽もテレビも消す。そして目を開けたまま天井を見つめるようにして息を整えながら辛抱強さって大切だし難しいですね。超頭痛い。待って、その何だよ、これがいい。あっけえもん。何だよこれ。多分一番強くやったらこれが一番痛い。これも痛いし、普通に。お前ちょ待って、これさ一発目頭やったら後頭部気が飛びそうになったわ。お前肩甲骨打破されたし、これね。あとこれね、目ん玉の入ったこれ目に入ったから思いっきり。まあまあそうだね。まあとりあえず心を整えるの難しかったね。あ、すげえ。いや、すげえわ。俺らも何かしらで一流の人になれるよう努力します。